妖怪ウォッチやっていきましょう。今回はあやとり様のチャレンジモードなんですけども、限界の速さであやとり様撃破に挑戦していきたいなと思います。装備品に関しては全員が鬼砕き10、攻撃力が最強の装備ですね。で、おそらくコーンに関してもクリティカルコーンをつけていて、さっきごく歌舞伎ロイドをやっつけたんで、あやとり様への攻撃力が2倍のオーラもつけてますね。多分これ以上は無理っていうぐらいの攻撃力ガンガンに上げてきてる。そしてオロチが隠密の術を使っている時に必ずクリティカルが出るっていうスキルを持っているんですけど、そのスキルのために隠密の術入れました。とうとう最高。多分ものすげえ速さ。うわ、攻撃力半端ないな。えぐいな。今1764とか出てたね、普通の攻撃で。やばいな。ただこれちょっと怖いのが、お肉抱き点って力が400上がるんですけど、ヒットポイントがねマイナス85下がっちゃうんだよね。そう、防御面でちょっと怖いな。なんだこれ、竜巻か。うわー、普通のあやとり様でこんなに食らうんだ。さあ出るか。まあちょっと避けた方がいいね。こんなにダメージ食らうんだったら避けた方がいいな。あ、出てこれ、避けうわ、避けられなかった今。みんなあやとり様に殺到しちゃってるから避けらんないんだよね、ぶつかり合って。あー、使っちゃったよ身代わり人形一つ。ヒーラーがいないのちょっと厳しいな、さすがに。超あやとり様2体目かなこれで。なんだこれ。よし、倒した。オッケー、次がいよいよ動くあやとり様。多分ヒットポイントが満タンの状態でも、今の装備品だったらあやとり様の妖術まともに食らったら一発でやられちゃうんじゃないかな。うわー、これダメだ。えぐいの来た。みんな避けて。これは竜巻の術だ、避けなくて大丈夫。オッケー、おっしゃ、危ねえ。早すぎて何秒でやっつけてるかもわかんねえな。順調だね。ちょっとマジで失敗しないようにしないと。早く必殺技溜まってくんねえかな。あー、これなんだ、えぐいの来た、えぐいの来た。やべ、これ避ける。あ、これ竜巻だ。避けて。うわーっと、まあみんなちょっとまずいな。来世で会いましょう。来たぞ。オッケー、これはいける。いける。よし、いった。いやー、なんとか倒せた。さあ出るか。結局何秒でやっつけることできたんだろう。うん、それがちょっと気になるな。運命の糸、お宝発表。
一応スペシャルコインが手に入るんだけど、今回はちょっと来なかったな。もうビーコンとかもいらないしね、正直。はい、ということで、まあ今回はこんな感じですかね。一応何秒でやっつけられたか、後で動画振り返ってちょっとね、調べてみようかなと思うんですけど、多分ごくあやとり様も10秒ぐらいでやっつけちゃったんじゃないですかね。もう一回おさらいしておくと、まずあやとり様への攻撃力が2倍になるオーラと、攻撃力が最強のお肉砕きの点をつけている。そしてクリティカルコンですね。で、全員がオロチで、オロチに関しては隠密の術つけてました。多分ね、これ以上ごくあやとり様を最速でやっつける方法はないかなと思うんですけども、皆さんもね、試してみてください。はい、ご視聴ありがとうございました。